ちの中央にお進みください。さあ、それではお座りいただきましょう。改めまして、稲森選手、沼田選手です。大きな拍手をお願いいたします。どうぞどうぞおかけください。いかがですか、まず皆さんご登場いただいて、とってもスタイルがよくってかっこいいのに驚いてくださってるかと思います。たくさんこうしてフラッシュもね、たかれていますが、どうですか、まずこのパッとお二人ご登場いただきました印象、一言ずつ、じゃあ、稲森選手いかがですか、この雰囲気、まず一言ご感想ください。人多くてびっくりしますね、本当にさながら記者会見のような感じになってますよね。そう、野本選手いかがですか。いや、自分もびっくりしてます、ね、びっくりという感じで。さあ、そしてこちら会場の皆様もお二人にこんなに近くで会えてびっくりかと思います。それでは少しお話を進めてまいりたいと思う。お知り合いですか。前行った時いました。はい、あ、覚えてくださってるんですか、ありがとうございます。これはまた皆さんの PR 合戦が熱くなっちゃいますね、覚えてもらおうという。さあ、実はですね、今年に、2月の23日に、こちらイベントでドイチク商店街お二方にも初めてお越しいただいたんですよね。その初めてこの商店街をお越しいただいた際の印象を覚えていらっしゃいますか。沼田選手いかがですか、初めてこの土井商店街をお越しいただいた際。そうですね、なんか暑いなって感じはしました。おー、ね、皆さんすごい盛り上がってましたもんね、あの日もね。そう、稲森選手いかがでした、第一印象。いや、暑い人が多いなと思いましたいい人ばっかりです。ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとね、インタビューのお名前を言う順番変えなきゃいけないかなと一瞬思いましたが、そう、本当にもう皆さんが大歓迎といった、もう商店街を挙げて、本当歓迎させていただいた雰囲気なんですけども、はい、そこから、あの時はそうですね、2月なので、まあ、半年ほどがちょうど経ちましたが、今回こちらドイチク商店街お越しいただきまして、何かちょっと印象が変わったところですとかありますか。そうですね、前もガンバ大阪を応援してくれてる雰囲気はすごかったんですけど、はい、今回はこのようなブースっていうかもできて、はい、なんかいろいろ昔のものも飾ってあって、はい、さらに応援してくれてるんだなっていうのはもうすごい伝わりました。やっぱりありがとうございます。そうなんですよ。じゃあ、今なんかね、お二人の間で何かありましたが、いかがですか。やっぱ前よりももっと歓迎されてるなって思います。頑張ってという声が聞こえていますが、いや、いいですよ、稲森選手が本当に率直に感じたままね、はい、そうです、ねえ、ほんとそうなんです。こちらのお部屋がもうさながらガンバ大阪のギャラリーのようになっているんですよ。で、今回もこうしたね、立派な後ろにも旗がありまして、そしてこうした机にもクロスがかかっていて、本当にガンバ大阪一色といった空間にもう仕立て上げられているんですけども、どうでしょうね、こうして商店街に足をお運びいただくようになったんですが、プライベートとか、まあ、練習などの合間とかで商店街に対する何かこう気持ちとか見方とか、なんか変わるものってありました。稲森選手からいかがですか。そう、前回行ってからも商店街たまに行くことあるんですけど、まあ、商店街行った時はここをちょっと思い出したりすることがありました。やっぱり前回来てくださったこと思い出してくださるそうです。よかったです、ありがとうございますね。思い出してください。野本選手いかがですか。そうですね、まあ、ここに来てから、まあ、来てからっていうのもあるんですけど、商店街時々 足運びますし、やっぱり、まあ、そんなにしっかり買い物するとかいうわけでもないですけど、もうちょこちょこフル使ったりとかはしてて、意識は、意識っていうか、なんか、はい、商店街は
気になる。使ってます。 ありがとうございます使ってますって言ってくださいました。そうなんですよね、やっぱりお越しいただいてから商店街っていうのにね、ちょっと何かこう意識がね向くようになってくださってるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりそんな時にも思い出してくださるという優しいお二方なんですが、さあやっぱりこの夏本当に今日はまだ雨が降ってマシといえばマシですが、すっごく暑かったんですよね。でお二人とも私ね、もっと2月から今回お目にかかる前に焼けてらっしゃるんじゃないかなっていう風な印象でお迎えしてるんですけども、暑かったですよね。めっちゃ暑かった。やっぱり日々実感をしていらっしゃる。やっぱりでもあのプロのスポーツ選手ですから、どうしても私聞きたかったことがありまして、体調管理この夏どんな風にされてたんでしょうかね。じゃあ稲森選手はどうですか、いかがですか。そんな気にしてやってないですけど、やっぱよく食べるっていうことは、よく食べるっていうこと。横でね、沼田選手が目を見張っている。え、お前気にしてなかったのみたいな感じなんですけど、あ、じゃあもう本当に普段のもう体調管理の延長で十分この暑さは。そうですね、いけました。へー、じゃあ目をまん丸にされてましたが、何か工夫をされてらっしゃいました。あんまり気にしてなかったです。自分は、まあ、水分補給は絶対必要なんで。そうですよね、多分普通の人よりの倍ぐらいは飲んでたんじゃないかなっていうのは意識してましたし、食事も暑いんでなかなか食べれないとなるんですけど、そうですよね、まあ、小分けにして食べたりとか意識して食べてました。あの水分ってやっぱりねたくさん取られると思うんですけど、最高何リッターぐらい、ペットボトル何個ぐらい開けたとか、なんか覚えてらっしゃいます。分かります。コップ何杯分ぐらい、もうお酒じゃないんだからって感じですけどね。でもそうですね、まあ、コップで飲むんで、まあ、ペットボトルもそのまま開けるとかはないですけど、まあ、コップ普通に10杯以上は絶対。ものすごい飲みますよね。お水ですか、やっぱり。お水だったり、はいはい、アクエリアスとか。あ、スポーツドリンク系とか、はい。あのね、すっごく私またこれも気になってたことがあるんですけど、いいですか皆さんお時間頂戴して。日焼け止めって練習中とか塗ります？塗りますか？いや、塗らない。塗らないんですか。野田選手も塗ります。ありのままの姿です。ありのままの姿で、いやだって本当に日差しが強かったじゃないですか。あの他の選手の方で日焼け止め塗ってらっしゃる方とかいらっしゃいます？はい、います。それはじゃあ特に上から指示があるわけじゃなく、もう個人の判断で塗ったり塗らなかったり。はい、そうですね。なんで塗らないんですか。美白はいらないんですか。美白はそんな意識してないです。じゃあ塗られる、はい、塗る人はめっちゃ塗ります。例えば、はいまあ、星原健太君とか。おお、星原選手、はい。多分練習見に来てくれる人はすごく分かると思いますが、もう、真っ白です。色白で、ね、もう本当にご覧になってる皆さんからも納得っていう感じで。あ、そうなんですね、塗らないんですね。今すっきりしました。すいません、ありがとうございました。さあ、そして、まあ、体調管理もね、バッチリでありのままの姿で練習にも挑んでいらっしゃるお二方なんですけども、やはりガンバ大阪、実首位ですね。ありがとうございます。首位の独走爆走中なんですが、いかがでしょうか。チーム内の雰囲気ってどんな感じですか、山口選手から見て。みんな今明るいですし、練習もみんな覇気があって、おお、いい感じ。みんなで頑張ってます。おお、いい感じ。野田選手の目から見て、お前に覇気がないというツッコミが今入りましたが、ごめんなさい、 C なんですけど、私思いっきりマイクで拾っちゃいました。どうですか、野田選手から見て、そのチームの雰囲気今どうですか。そうですね、やっぱり雰囲気はもう明るい雰囲気でやっていけてると思いますし、はい、やっぱそれぞれが試合に出たいっていう気持ちあるんで、やっぱ競争してる感じもすごい出てると思います、うん、なるほどね、お互いに切磋琢磨しているようなそんな空気もありつつ、なるほどな。やっぱりじゃあその中で仲のいい選手とかってやっぱりいらっしゃるんですかね。稲森選
選手、仲良い選手とかっていらっしゃいますよ。やっぱ同期の西野とか田尻は仲良いですけど。あ、仲良いっていうのはやっぱり普段一緒にこうご飯行ったりとかお買い物行ったりとかっていうことされますか？たまにしますね。そうなんですね。え、そういう時ってサッカーの話ってされるんですか？全然しないです。あ、全然しないんですね。野本選手、仲良い選手とかって自分は、はい、まあ、自分も同い年の岡崎健也は仲いいですけど、やっぱ先輩に結構可愛がってもらうじゃないですけど、 ご飯に連れてもらうことが多いので、ヤットさん、遠藤さんだったり、ふたさんだったり、はい、先輩とご飯行くと、こう普段お前あれはこうした方がいいぞみたいな話とかってあるんですか？特にないっす。てらっしゃる間の話題って何なんですか？話題ねえ、どんな話を普段してらっしゃるのかとっても気になるんですけど。しょうもない話ばっかですけど、はい、今やってるドラマの話だったり。そうなんですね。芸能人の話だったり、そういうのが多いですね。あ、そうなんですね。皆さんじゃあされながら、でもじゃあ、例えば練習の合間終わってから寝坊したお二人とか、例えば今日の帰りとかでもね、サッカーの話を熱くするっていったことはありませんか？どうですか、されます？いや、あんましないです。たまにめっちゃ熱く語ります。あ、それってどういう時に熱く語ることになっちゃうんですか？気まぐれです。気まぐれ。やっぱりお酒の席って飲みに行ったりとかもされますかね、プライベートで。あります？そうですね、たまに練習、次の日が休みの日だったりとか。あ、なるほどな。たしなむ程度で。稲森先生まだ19歳ですからね、ないですよね。飲めないですね。ね、周りの皆さんが盛り上がってるのを見守るみたいな感じですかね。そうですね。ねえ、へえ、じゃあたまに、よかった、熱いサッカー論議もされているということなんですが、さあ、それではですね、こうしたお二人のちょっとプライベートな一面も垣間見えたところで、会場の皆様からもご質問を受けたいと思います。元気にその場で手を挙げていただきましたらマイクを持ってまいりますので質問をしてください。それでは質問があるという皆さん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあそちらのお二人に、じゃあもう近いのでそこから元気にお二人に質問をしてもらっていいですか？どうぞ。はい、うん、いいよ。目標の選手は誰ですかということです。じゃあお一人ずつお願いいたします。自分はブラジル代表のマルセロ選手が目標です。そうなんですね。どういったところで、なぜ？ポジションも同じですし、プレースタイルも似てるじゃないですけど、もう自分よりはるか上の選手なんで目標にしたい選手です。ああ、なるほど。そうなんだって知ってました？その選手知ってる？知ってる？じゃあ目標の選手を教えてください。僕はスペイン代表のピケール選手です。ピケール選手、それはまたなぜでしょうか？ポジション一緒ですし、昔からあんな感じのプレーできたらいいなと思って見てました。なるほど、ということです。わかりましたでしょうか？ありがとうございます。サッカーボールの上に乗ってるんだね、器用にね、ずっと座ってるんですね。さあ、それでは質問があるお友達、はい、では先にその後ろのお友達挙げてくれてたので、じゃあ元気に大きな声で教えてください。1日サッカーの練習って何回してるんですか？はい、まあ何回何時間どれぐらいしていらっしゃるんでしょうか？じゃあ上野選手から。長い時は午前中2時間ぐらいして、午後からまた2時間ぐらいするんですけど、ほとんどの日が朝から昼ぐらいまで2時間ぐらいやって、あとはまあやる人は筋トレしたり自由でやる感じですね。まあ同じねクラブチームなので同じようなメニューかと思うんですが、沼田選手もそういった練習の中でやっぱり自主トレとかって
ていうのは個人的にされたりするんですか？そうですね、練習の後にそのまま体温まってる状態なので、まあ、それぞれのポジションに合った、自分だったらセンタリングの練習だったり、フォワードの選手だったらシュートの練習とかを、まあ、長くても1時間ぐらい、やっぱり練習の後疲れてるんで、自分が子供の頃は、はい、もうひたすら練習してました。子供の頃はひたすら、ひたすらっていうと、じゃあ、 あの学校終わってからとか。そうですね、学校でもやっぱり友達とサッカーしてて、学校終わった後も、もう 5時から8時ぐらいまでずっとサッカーの練習みっちりしたり。ずっとされてたんですね。稲森選手もそうですか、やっぱり。そうですね、遊ぶとかもサッカーして遊んでました。じゃあもうやっぱりお二方とももうサッカー一色っていうような、あの正直やっぱりあの練習っていうのは何事もね、そんなに楽しいイメージがどうしてもないんですが、お二人は練習は楽しいですか？いかがですか？やっぱりしんどい時もあるんですけど、はい、やっぱ楽しいですね。あ、そうなんですね。稲見選手はいかがですか？楽しいです。なんか好きなメニューとかってあるんですか？この練習大好きっていう、好きな練習一つずつじゃあちょっと教えていただいてありますか？どうでしょう、選手。僕はやっぱり紅白戦が、はい、あのさ、紅白戦が好きです。あ、紅白戦が好き。あ、なるほど。稲森選手は。僕も紅白戦が好きです。かぶせていく。今日はかぶせる方向で来てますね。いいですね。なるほど。ということで、分かっていただけましたでしょうか？大丈夫でしょうか？それでは質問のあるお友達、はい、いらっしゃいますか？あ、どうぞどうぞ。はい、天皇杯やってやろうと思ってらっしゃるはずということで、いかがでしょうか？そうですね、やっぱなかなか J リーグで出場機会がないので、そういうチャンスがもらえたらもう絶対やってやろうっていう気持ちもありますし、準備もしています。おー、さすが。いかがですか？そうですね、チャンスがもらえたらもう全力でできるように今準備してるんで、出たいですね。で、そのいわゆるやっぱりアピールとか準備とかっていうのあると思うんですけど、具体的に何か本当にアピールをしに行ったり、やたらなんかあのちょろちょろしてみるとか、あのすごく元気に挨拶をしてみるとか、なんかそうあるんですか？アピール方法ってありますか？沼田選手いかがですか？そうですね、監督が近くにいたら、紅白戦とかでもやたら元気に走るとか。やっぱりね、ありますよね。声、パスもらう声をかけながら走ればやっぱ目立つんで。おー、なるほど。やっぱりサッカーは内容も大事ですけど、やっぱり結果も求められるので、アシストだったりゴールとかはもう常に意識してディフェンダーですけど、やってます。あ、なるほどな。稲森選手はいかがですか？そうですね、やっぱ居残り練習とかしてたらアピールなるかなと思って最後まで残ってやったりしてます。おー、なるほどね。もうすぐそういったことが実るとね思いますが、さあよろしいでしょうか？それでは他に質問したいという方、はい、ではお願いいたします。来ました。好きな食べ物は何ですか？はい、お願いいたします。シンプルに、はい、カレーライス。ちなみに、何カレーが好きとかってありますか？ポークカレー。お、ポークカレー、なるほどなるほどね、家庭的な感じですよね。はい、好きな食べ物は肉が好きなんで焼肉が好き。肉が好き、焼肉、やっぱり牛ですかね。牛ですね。牛ですね。ということですよ。さあ、それではどんどん行きましょうか。質問、はい。さっきね、女の子ちゃんそう挙げてくれてたんです。恥ずかしい？じゃあお隣でお兄ちゃんかな、代わりにちょっとじゃあ言ってあげて。うん。今何も考えてない。考えてない、かわいい。さあ、それではチャンスが他の皆さんにもありますよ。質問したいという方、この機会にいらっしゃいますでしょうか？はい、どうぞ。あ、マイクが来た、よかった。じゃあちょっとマイク受け取ってください。ハンバー以外好きな
チームはありますか？おお、これは、まあ、あの全世界にねチームがありますから。全世界ですか？ねえ、海外。よかった、私がすごく今焦りましたよ。ねえ、お姉ちゃんびっくりしたんだよ、ごめんね、大人の事情でね。さあ、それではねえ、ガンバ以外で好きなチームはありますか？ありますか？ちょっと考えてらっしゃる。じゃあどうぞ、大人選手、いかがですか？やっぱりバルセロナ好きです、はい。おー、バルセロナ、それはまたなぜ？やっぱ見てて楽しいサッカーしてますし、スーパースター揃いで。やっぱりいつか行ってやろうみたいな。行ってみたいですね。ねえ、うーんって噛み締めてらっしゃいます。大人選手、いかがですか？僕はレアル・マドリードが好きです、ね。レアル、それはなぜでしょう？いや、あんなサッカーできたらいいなと思っていつも見てます。もちろんいつか行ってやろう。そういけたら行きたいです。ねえ、すごい、なんかお二人がもうあのこうシューッと恐縮される姿が、またあの今試合中はもっとね本当にイケイケどんどんな空気が出てるかと思うんですけど、またちょっと違う表情を今見せていただいているんですが、それではそろそろあと一人ぐらいにしようかな。はい、今ちょっと目があったので、じゃああちらのメガネかけてくれている、はい、遠藤選手はやっぱりうまいんですか？おー、すごいピンポイントできましたが、もちろん、じゃあその遠藤選手はもちろんうまいかについて、まずはじゃあ一言ずついただきましょうか。いかがですか？はい、遠藤選手うまいです。はい、どうでしょう？めちゃめちゃうまいですね。やっぱ考え方じゃないですけど、見てるとこが違うので、自分がもし選択肢が2つとかだったら、いや遠藤さんは5個ぐらい持ってるぐらいの、もう視野の広さだったり、頭使ってやってると思います。ちなみにやっぱりそのチーム内で、ね、やっぱりいい雰囲気で切磋琢磨しているっていうのはありましたけど、お互いのことを褒め合ったりとかっていうことってあります？そこいいよねとか、練習してる中でもあれいいよねとか、プライベートでもいいとこだよねって褒め合うってありますか？稲森選手は他の選手を褒めることってあります？そんなないっすけど。じゃあ逆に褒められることっていうのってどういう時にありますか？やっぱりいいプレーとかした時に先輩とかが今の良かったよみたいな感じ。あ、やっぱりあるんですね。沼田選手は誰か褒めるということはありますか？そうです、もう俺は多分全員褒めます。おー、なんか、はい、いいプレーは素直にいいプレーって思うんで。へー、でも、はい、あんまり褒めてくれないですね。褒めてくれないんですか？そうなんですか。いや、そんなことないと思います。じゃあこの後ですね、あの触れ合える機会もあるかと思います。サイン会などでもしお話ができましたら、うんとお二人にあの褒めて差し上げていただきたいなと、はい、思います。もうね、素敵なお二人ですから。はい、さあそれではまだまだお話を伺いたいところなんですが、最後にお二人から、やはりもうシーズンも終盤になってまいりました、応援してくださっている皆様に一言ずつ頂戴してよろしいでしょうか？はい、では稲森選手からお願いいたします。今まだまだ試合出れてないですけど、これから出れるようにもっと頑張るんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では稲森選手お願いいたします。ガンバは今 J2 で首位走ってて、 J2 に向けて頑張ってるので、まあ、自分も試合に絡めるように頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは実はここで、主催よりお二人に、はい、ではマイクをバトンタッチさせていただきます。はい、今日は、ドイツ区商店街にお越しいただきましてありがとうございます。で、今日は稲森選手と沼田選手に来ていただいてますが、これはあのガンバ大阪から特別にプレゼントをいただいております。で、お分かりの方はお分かりだと思うんですが、これは選手のユニフォームに、遠藤と倉田選手と2人
田川選手、それにプラス今日来ていただいている沼田選手と、稲森選手のサインを書いたものを2名の方に今から差し上げたいと思います。ただこれはじゃんけんでやりますので、お一人ずつに立っていただいて、最初はグーからいきますので、負けた方は座ってくださいよ、速やかに座ってください。こんなチャンスはまたとないので、ずるっこなしです。でスタッフは見てますのでね、ずるっこなしですよ。はい、そしたら最初稲森選手からいきますので、いいですか、よーい、最初はグーじゃんけん、はい、パーの人だけですよ、パーの人だけ、パーの人だけ、ずるっこなしよ、はい、いきますか、はい、最初はグー、あ、じゃんけん、はい、おーな、グーの人だけですよ、グー、はい、4名残ってます、4名、素晴らしい、いきますよ、そしたら井上選手、最初はグー、あ、じゃんけん、はい、おお、中西浩二君、おめでとうございます。もう一人おったん、ごめん、ほんならもう6人やばい、ごめんな、2人おったから、もっぺん、すいません、いきますよ、そしたら2人ね、はい、最初はグー、じゃんけん、ほい、おお、はい、川田君おめでとうございます。次から稲森選手と沼田選手のサインをしていただいて、このユニフォーム、これは選手が着ているユニフォームですね、はい、そんなものはめったにございませんので、プレミアムでございます。ネットで売ったらあかんよ、それやめてね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます、拍手して、はい、おめでとうございます。はい、次沼田選手とやりますので、もっぺん、はい、立ち上がって、はい、頑張るよ。さあ、沼田選手よろしくお願いします。最初はグー、あ、じゃんけん、はい、はい、チョキの人だけ、音は座って速やかに座ってください。はい、いいですか、はい、いいですか、はい、最初はグー、あ、じゃんけん、はい、あれ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 、おお、マジ強いな、頑張りや、はい、いきますよ、はい、今何人ですか、ちゃんと手挙げて、はい、はい、行きます、最初はグー、あ、じゃんけん、はい、いや、あ、はい、チョキ、チョキ、はい、2人、2人、なんでかあったら彼女も、はい、3人ね、3人ね、いきますよ、はい、最初はグー、あ、じゃんけん、はい、アイコはもっぺんですから、はい、いくよ、はい、最初はグー、あ、じゃんけん、はい、おお、おめでとうございます。はい、お名前は、お名前は、お名前は、めーちゃんです。はい、そしたら稲森選手と沼田選手にまたサインしていただきますので、ドイチク商店街に来られるとこういうこともありますので、日頃のお買い物にもぜひお越しくださいね、お待ち申し上げております。はい、はい、そしたら、これからはサイン会を始めさせていただきます。で、商店街で、色紙を50枚だけ用意してます、50枚だけなので、こう並んで、縦に並んでいただいて、で速やかに、U ターンして帰っていただくという形ですので、膨れないように、すいません、帰る道も開けてくださいね。で、すいません、スタッフ、はい、50名あるかどうかちょっと呼んで、はい、50名、それではただいまよりサイン会を行います。先日
スタッフの指示に従いまして、じゃどうぞ速やかにお並びくださいませ。またですね、お帰りの際の動線なんですが、皆さん今並んでくれているところからサインもらって握手をしたら反対側にこの会場を出ていただきますようにお願いします。サイン握手が終わりましたら会場の中にとどまらず外にとにかく出ていただけますようにお願いします。ではただいまスタッフが人数確認をしております。一列にどうぞごゆっくりお並びください。この後グッズ販売もございます。こちらグッズをお求めいただきましてもお二人との触れ合いがあります。ぜひこの後のグッズ販売もご利用ください。はい、握手して帰ってください。